さあやっていきましょう。逆転コインに並んでいたので衝動買いしました。でフェアリーが1体いたのでそいつを合成したら両方上がったので、よし、じゃあ今日はアストライヤーを使おうということで、今回はねアストライヤーを使います。スキルコンボスキルがレベル2なのはまあ許して十分強いからこれでもってことなんで、今回はまあオーソドックスな神パーチーでいこうかなと思います。はい、対戦よろしくお願いします。うん、相手も神パーティーの可能性あるねこれね。オッケーオッケー、ミラーマッチと参りましょうか。ただねルキアバリアがこっちには、あー、手ごま事故ってるね。あなた手ごま事故ってますね。いや、さすがに X 値とかしてこないだろう。とりあえずこれ初手、うん、アルベルダ行こうか。無欠なるキンガン、おい、いいね、いい火力で。でここでソーディアンとか置かれたらちょっと尻すぼみなんですが、おお茶か、オッケーオッケー、相手はお茶を濁してきた。じゃあこっちもお茶を出したい。おお、音声認識システムということで、私もお茶を濁していこうじゃないか。パワーライト、さあお互いバフがかかった状態ですね。ここから殴り合いのデスマッチが始まるわけです。こいや、お、ここでジークリート使ったってことは相手ビクトリア編成してる可能性大いにあるな。あとは俺に任せる。いや、さすがに俺はジークリート使わない。俺はビクトリア持ってないから俺はジークリート使わない、すいません、ね、もう俺は真似っこできないんで。いやー、だってビクトリアほんと持ってないからな、入れたいわ。さあここ X 打ちしてくるかな、してきたか。オッケー、このアラクはまあいい。ハーピスト、オッケー、ここハーピスト行こう。まあ相手神パーティーだからルキアは編成してないっていうのはもう大体読めたんで。ああ、なるほど。いや、でもこれ普通に3枚返し。はい、織姫ちゃん、織姫ちゃんか。いや待てよ、これ織姫、織姫左下、これ角取りてえなってなった場合、これジークリート使うのはありっちゃありか。いや待て待て待て、ここキムカムでいきます。はい、まだジークは使わないで、これ織姫取ったらキムカム返されても OK です、大丈夫です。ただねこのウィンドスピリットがねあんまり、うわー、このソーディアンは強いな。来い、ウィンドスピリットか。いやー、まあでもこれ取るか、うん、取るわ。あんまり取りたくなかったけど俺取る。オッケーオッケー、ここでバフをかけていく。でこうなった場合おそらくまあ4枚返ししてきそう。ああーなるほどね、そういくのね。オッケーオッケー、そういって A の4に置く感じかな。来い、いやでもこれ強いぞ。さあここなんだけどジーク、いやジークはちょっと早い、これソーディアン行こう。ウィンドスピリットでも良かったけどちょっと火力出したかったから、ちょっと火力出したかったからこれでいい。ただねこっちのコンボが使えないっていうのがやばいね。 OK でここしっかり相手のコンボルートを塞ぎましょう。これ私の相手は誰、アムジェラいいぞ、アムジェラいいぞこれ、いやアムジェラいいぞこれ、ここ行こう。でこれで相手のコンボルトは塞いでるから次のターンジークリートで勝ちですね。ただヒアソフィアとか来なければね、アウロラとか、あとサディエルでも多分きついかも。その辺来るなよ、来るなよ、来るなよ。オッケー、ビクトリアだったら勝てる。よし、耐えた。さあ来い、アストライア。いや待てよ、アストライア2280、1800ってことは3枚貸し、あ届くねこれアストライアでも。よし、アストライアで倒そう、せっかくだからね。俺これ届きます。オッケー、対戦ありがとうございました。なんという、はい、対戦よろしくお願いします。ヘランヘランヘラン、オッケー。ん、このヘラン、マゾックス多めのヘランですかね。先行取られたか。
よし、これはまあいいよ、まあいいよ。今回の動画でね、2試合連続エンデカがね初手に来なかっただけ許してるよ。まだいいさ。とりあえずアルベルデ行こうか。いや、てかエンデカ、いや、まあまあまあ、まあ、エンデカはさすがに残すか。ジークリートとエンデカぐらいしかフィニッシュしないからね、今回はね。バイセも入れてなかったはず。ルキアバリア一応これアラクあるけど、次のターンお茶欲しいね。あ、お茶飲みたい、お茶飲みたい、緑茶飲みたいよ。あ、スキルレベル1だ、ありがたい。お茶お茶お茶、あ、いや、いい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 いよ、いいさ。あー、いいさ、まあいい。ほいレベルアップルガシャン。とは言ってもね、ヘイランパーティーにあんまりソーディアンは刺さる感じはねあんまないけどね。うん、あくまで毒に毒で攻めるから、通常攻撃ダメージデバフしても大してって感じはあるが。おオッケーオッケー。おい、ダンソンのニーブラできるところ、いや、アゲハ、いや、でも俺ルキアバリア持っときたい。ここ行こう、大丈夫、よし、ダンソンのニーブラ、うん、いいね、普通にいいね。これしかもスキルマだったら今の4000だったわけでしょ、総合系ダメージ。いいじゃん、アストライア強いぞ、使いやすい。いやー、いいじゃない、それは強いな。さて、ジークリート引きたい。いや、いいぞ、アムジェラ。これ、アムジェラ安定すぎる。ダンソンのニーブラからのアムジェラのアバンストラッシュ。うわ、強いぞ。強いぞ、こいつら。こいつら強いぞ、この並び。え、こいつら強くねえか、普通に。さあ、どう来る？オッケー、楽には死なさないか。いいさいいさいいさ、楽に死ぬつもりねえよ。こいや、キムンカムリ、いいぞ。いや、待てよ、ここ落ち着こうか。相手に角取らせてもいいんだよね、別に。これいや、とはいえどうする。まあ、いや、荒く行こうか。うん、あ、いや、待てよ、俺またやっちまったな、これ。来ないかな、大丈夫だよね、大丈夫だよね、ルキア来ないね。ルキアが来ないの単語、単語、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 ルキア、オッケー。これ歌ったら絶対ルキア来ないから。来い。アウロラ。いいぞ。いや、待て、これね、神だったら美味しい。神、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 神。あー、ダメか。いや、エンデガの発動をね、早めたかったんだよ。カミューだったら美味しかったな。あと3000ぐらい受ける必要あるのかな。いや、2500ぐらいか。で、相手のこのヘイラの毒含めると、あ、いいぞ。いいぞ、もっと痛めつけろ。いて、よーし。吸血されるけど。いや、ちょっと待てよ。ここで焦ってはいけない。これエンデガで飛ばせるかどうかなんだよ。あ、いけるかも。多分 1.5 倍にはなるよね。あ、いけんな、これは。あ、これいけるわ。よし。1.61 倍。オッケー。これいったら。よーし。大変ありがとうございました。はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。まあ、やっぱアストライア使いやすい。うん。このアムジェラにしてもそうだけど、やっぱ無条件で特殊ダメージ出せるっていうのはいいね。まあ、アムジェラは神パーティーにおいてだけなんだけど、オール神パーティーにおいてだけなんだけども、やっぱ無条件で特殊ダメージを出せるっていうのは非常に使いやすい、いいかなと思います。で、しかも今回ね、このアストライアなんだけども、なんかスキルレベル2は2でいいんじゃないかなと思ってくるようにちょっとなったね。なんでかっていうと、まあ、今回はなかったけど、ほら、これスキルレベル2だとジルドレ干渉しないんだよね。いや、まあまあまあ、さすがにそれは意識高すぎるか。普通にスキルレベルマックスで使うのがいいかなとは思いますけど。まあでも、そういうやり方もあるんじゃないかなと思います。っていうことなんで、今回はアストライアを使いました。やっぱね、使いやすかったね。うん、普通に使いやすい。だからアストライアは、まあ、神パーティーにそのまま編成して OK だと思います。ということで、じゃあ今回はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。ダンソンのニーブラ。